皆さん、こんにちは。世の中をリーガルチェック。弁護士の高橋です。今日のトピックはこちら。激辛チップスを食べた高校生、15、6歳の高校生が救急搬送されたということが今週報道されています。しかし、この点については、まあ、医学的な観点から危険ですよというような報道、ワイドショーなどがなされていますけれども、法律的にどういう規制がされているのと。 さらにはこの提供した企業、このお菓子ですよね15あ。18金と書かれているこの激辛チップスを作った企業側には責任はないのかという点での指摘があまりバイドショーなどでされていません。ですので、そ,そのあたりのところを法律的にまるっと解説していきたいと思います。まず、事案です。 今週7月16日に都内の高校、大田区ですかね、大田区の高校の10高校1年生なので15、6歳の高校生が、まあ、激辛チップス、まあ、ピンク色で袋の表面には18金と書かれていて、成人向けと書かれている、この激辛のポテトチップスを食べたと。クラスいろんな何人かが食べたようですけれども、その食べた人のうち14名がまあ体調悪くて、で、緊急搬送されたということで報道がなされました。 まあ実際どれくらいの人が食べたか分かりませんし、こういった激辛ポテチをクラスに持ってきてるという段階でもう食べさせる人とか、まあ無理,さ無理やり食べさせられてる人も中にはいるかもしれない。まあそういったそのスクールカースト的な話はちょっと脇に置いておいて、まあ、この事案だけ見ましょうと。でまあこういった激辛ポテチの問題点というのは日本だけではなくて海外でも起きています。もともとは SNS なので、まあその激辛のチップスを食べて、まあある意味こう、苦悶の表情を浮かべるとか食べてみたみたいな動画とかが流行ってるところも一つきっかけだと思いますけれども、まあアメリカでは昨年の9月ですかね。えっと チップチャレンジ、もうブートジョロキや、まあ、一番辛い唐辛子ですかね、そういった唐辛子がまが、あ、めちゃくちゃついてるチップスを食べて、実際、14歳が死亡したという事件がありました。で、まあ、そういった事件がある中で、日本でもまあ似たような事案が起きてしまったというのは今回の事件だと思います。結構、この緊急ニュースとしても、ワイドショーなどでも取り上げられていたかなと思いますと。で、この点について、この18金のポテチを作った製造企業の方がまあ謝罪をした上で、1日も早くまあ回復してもらいたいというようなメッセージを出しているというのが現状かなと思います。 で、ワイドショーなど、もしくは、あの、ネットの記事など見ると、今、多くの医師が、まあ、警鐘を鳴らしてますと、まあ。辛すぎるチップスは体に悪いとか、まあ、無理して食べるのやめましょう、みたいな、まあ、えっ、ー、と、コメントが多く出ていますけれども、ちょっと僕が見,、まあ、見た限りだと、この製造企業さん、こういった提供してる側、まあ、ある意味、作ってる側とか売ってる側には、何の、まあ、法律的な責任はないんですか、何らかの制裁はないんですかというところのガチンコの記事がありませんでした。ですでちょっとそのあたりを解説していきたいと思います。 で、法的な規制というところですけれども、まあ激辛というて、まあ大体もうこのカプサイシンですよね。辛い成分のされているカプサイシン。まさにこのブートジョロキアとか、まあ普通の唐辛子はもう何百倍の辛さということで、まあそのもの、唐辛子そのものも販売されていたりしますし、まあそれの粉末状のものとか、まあペースト状のものというのが多く販売されています。ネットでも簡単に手に入れることができます。しかし日本の販売、規制上は、そのカプサイシンの量的な規制をしているものはありません。 この点についても農水省のホームページなどを見ると海外では規制を試みているドイツなどでは規制を試みている国はありますけれどもという記載はあるけれどもまあ日本国内での規制はありませんと、まあ、実際もう唐辛子ですからねしかもまあ物によっては辛さの差も出てくるでしょうしまあその辛いものをちっちゃな子供に与えたらダメなわけですけれどもまあ何歳未満の子供には与えるなというような規制がなされているわけでもありません。 ま、ある意味、こう、カフェインに対する規制するかどうかの話に近いのかなと。まあ、コーヒーを未成年に何杯も飲ませたら良くないのはなんとなくわかると思いますけれども、じゃあかといって、コアコーラにもカフェイン入ってるわけです。いろんなものに入っているわけで。そしたらもうエナジードリンクなどもあるわけですから、じゃあエナジードリンク18歳未満禁止みたいな規制があるかといったらそれもない。で、それもそれに近い形でカプサイシンのガチンコの規制もありませんと。ただし、じゃあ規制がないから何やってもいいのかというわけではありません。 例えば料理、まあ、その激辛料理店などであまあお店に入って、そこで料理を食べたとか、あとはそのお菓子、今回のようなお菓子ですよね、そういったものを買って、まあ、体調不良を起こしました、もしくは死亡しましたという場合に、じゃあそういったお店側、さらにあのお菓子の提供側は責任を負わないのかというと、そうではありません。基本的には提供者側は損害賠償責任を負う可能性が高いです。 なぜかというところですけれども、まずは食品を提供する以上は、まあ、食品衛生法6条の規制があります。まあ、食品衛生法6条には、えっと、まあ不潔、異物の混入、添加、その他の自由により、人の健康を損なう恐れがあるものについてはまあ販売してはならないと書いてますと。 まあただそのガチンコでカプサイシンダメとなってるわけじゃないですし、そのものが規制されてるわけではないというところをちょっとどう考えるのかについては、まあ明確なちょっと裁判例ならちょっと見つかりませんでしたけれども、ただし少なくとも量的に普通の人が食べたらおかしいと。まあその例えばラーメンの上に真っ赤いの絨毯かというぐらいにまあカプサイシンがもう突き詰められているというようなものでしたら、 そういった提供のリスクがありますというところがあるので、それによって体調を崩してしまったような場合、あと今回のように18金とは書いているけれども、別にその18歳未満の人に売りませんというような規制を敷いているわけではないと、容易に手に入れられるわけです。そういったものを販売した側には損害賠償責任、体調不良になりました、その治療費とか、あと学校休みました、仕事休みましたといったそういった損害についての賠償責任を負う可能性あります。当然医者料ルも乗るでしょう。 ただ、皆さんやっぱ、18金って書いてるじゃんっていうところとか、あとその、辛いもの、激辛の料理を食べるところとかだと、まあ入った時点で食品食べる前に、お店側に対して、そういった賠償責任を負わないという面積の同意書にサインとか求められるようなところがあります。まあ大食いチャレンジの店とかでもありますよね。そういった賠償責任を負いませんと。じゃあそういったの書いてるじゃんというところについてはどう考えるかというところですけれども、これがあったとしても、ただしに、まあ企業側、食品の提供側の責任がなくなるわけではありません。 お分かりだと思いますけれども、危険なところで危険ですと書いてれば、じゃあその土地の地権者は何ら責任を負わないかといったらそういうわけではないはずです。そもそも危険なところであれば危険が生じないようにしなければならないのが本来の義務。それはもう食品についても同じです。気をつけてねって書いてれば、直ちに免責されるわけではありませんし、18金と書いてるだけだったら、まあ買う側との間でそういった責任を負わないという合意が成立しているわけではありませんと。 で、一方で、この面積同意書についてはちょっと難しいところがあります。これについては食べる側の人に対して、もうそういった責任を負いませんよ、分かりましたという合意があるじゃないかと思うかもしれません。しかし、そんな簡単な話ではない。お店に入るときで食品を提供する、その時点で事業者が提供する食品を食べるある意味消費者なわけですね。 で、消費者に対して事業者が、そういった損害賠償責任を負いませんと。一切負いませんという合意については、消費者契約法違反ということで無効になります。ですので、この面積同意書は無効ですと。効力がありません。だから賠償責任を負いますということになる可能性が高いんです。まあ、とはいえ、まあ、書いておいた方が当然のことながら、まあ、その、食べるかどうかについて慎重になるでしょうし、ある程度、食べた側の責任ということも問えます。 食べた側の責任というのは、これは、賠償責任がゼロになるという話ではなくて、まあ、過失総裁的な処理。要は、食べた側が損害賠償を請求するとなった時点で、いやいや、あなた分かってたでしょと。 18金って書いてるでしょとか、もしくはその面付き同士サインしてるじゃんというところなどを踏まえると、あなた側にも落ち度がありますよねというところで、まあ、例えば50%、60%の過失操作が認められてしまって、まあ、損害の本当ほんの一部しか認められない可能性もありますと。そういった意味で、こういった事情というのは損害賠償の金額の算定には影響しますけれども、 責任を直ちにゼロにするわけではないということは皆さんには知っておいていただきたいかなと思います。ですので、今回の製造企業さんの方も、まあ、ちょっとまあどの程度のまあ症状感によりますし、幸いこう亡くなられた方はいないようですので、多額の賠償という話にはならないかもしれませんけれども、まあその謝罪であ早く回復をという、まあ、第三者的なコメントで本当にいいのかというところはちょっと法律的には問題になるかなと思います。で、 まあこういったのって最初は SNS って言いましたけれども元をたどれば誰がやってたかって話なんですよこの赤原因論ですけれどテレビですよね最近テレビとか見てみるとやっぱその制作費が安いわけですよもう、まあ、お店に行って辛いもの食べるもうタレントが食べて汗かいてる姿をまあ撮影して笑ってるだけですから。 ただ、こういった激辛なものを食べさせるというのは、まあ、ある意味、こう、体に鞭を打って、それをに苦悶している姿、苦しんでいる姿を笑いに変えているという番組なわけですから、まあ、ちょっとこの、今、今のご時世、どこまでこの、こういった番組は残るのかなというものはありますし、こういったテレビ番組を作った流れを YouTuber が受けてやってしまっている。そして、それは TikTok などで拡散している。それを若者が真似しているという図式ではないかなと思います。ですので、 まあある意味こう何でもかんでも規制すればいいのかという話ではありません。激辛についてもやめるという話ではないですけれども、こういった事態が想定されるということを当然企業側は認識しなければならないですし、周りの大人、今回は14歳、15歳ですから未成年です。当然のことながら親御さんの方も、 こういったチップスを食べた場合のリスクについてはちゃんと教えるということはしなければならないですし、学校側もそういった教育の場面、SNS の真似っこして、どんだけ損が、まあ、この事件については結構多く報道されてますから、激辛チップス食べて死んだ人いるよということを今回の報道を踏まえて、多くの,あの未成年の方々に教えるような手続きをしていただいたらと思います。 ということで、まあ、こういった時事ネタについても引き続き解説していきます。ちょっと久しぶりでしたけどね。ということで、まあ、ちょっとカミカミでしたが、まあ、徐々にこのプレゼン能力回復していきたいと思いますので、引き続き応援お願いします。こういった事案についてのコメント、あとはこういった報道についてどうですかというような質問でも構いませんので、コメント欄にいただければと思います。ということで、今日はこれまで。それじゃあまた。